はい、こんにちは。日本改革党豊島区議会議員、靴沢亮でございます。糸巻様、チンクエ2018様、ご支援ありがとうございました。多額にいただいちゃって、糸巻様には何度もいただいちゃって、誠にありがとうございます。恐縮であります。ありがたく頂戴して政治活動資金にさせていただきたいと思います。なんか夏の、来年夏の参院選にはですね、私以外にも右派と呼ばれるですね方が他にも立候補いろいろなさるらしいですけれども、私の自己 PR をさせていただくと、議員経験があるということとですね、あとですね、本気でバトルも慣れているですね。懲罰委員会かけられまして、その都度予想しない質問が飛んでくるんですけど、自分ではですね100倍返ししてやった、その都度、パッパッパッと答えられた、というような気がいたします。それが私の PR ですね。現役の議員で議員経験があって、どういうものが分かってるっていうのと、喧嘩慣れしてるっていうですね、これは私が10位だっていうこともあるんですけれども、15年の動物病院経営生活の中ではですね、大型犬と戦ったりですね、殴り合いとかはしないですけど、押さえつけたりですね、ものすごい暴れる45キロのシェパードの、首を掴んで離さないとかですね、そういうこともやっておりましたんで、あと豊島区議会でも散々共産党とやり合いましたんで、喧嘩慣れ、あと何よりですね、100回ぐらいやった四季島会の凱旋で芝木隊とやり合っております。ギャオ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 ってね、喧嘩慣れしてるっていうのがアピール点かなーって思いますけれども、他の右のネット関連の候補と見比べて、東京の方はよろしくお願いいたします。12月24日クリスマスイブですね。今日は闘病中で外出できないんで、自分で髪の毛切ってみました。ちょっと短くなってるのが分かりますでしょうか。おっさんの髪型なんて全然興味ねえよんで、いう方も多数いらっしゃるとは思いますけれども、日本に住むですねキリスト教圏の国からの外国人なんですけれども、イブまでは街を挙げてクリスマスを祝ってる感出してるのに、本番の25日に普通に仕事って何なのこの国というような意見が多数あるみたいであります。アメリカなんか確かクリスマス休暇とか言って1週間とか10日とか休んじゃうんじゃなかったでしたっけ。日本はですね、平日休日変わらずに24日までは主に店や商店が物を売ろうとしてクリスマス気分をかきたてるような装飾や飾り、同じ意味か、装飾と飾りでは、をしてですね、気分は盛り上げますけれども、25日になると、つまり明日になるとシュンとなってしまって、その飾りもですね、バカバカ撤去されちゃってですね、本場のキリスト教の国では25日が本番ですんでね、日本のあれはクリスマスはキーに見えるみたいであります。ブワハハハハって感じですけど、今年は25日、明日が土曜日なんで休みの人も多いのでは。ちなみにですね、クリスマスにケンタッキー食べる国も日本しかないみたいです。なんでだろう。他の国では七面鳥であるとかですね、ドイツなんかは木のケーキ、切り株の形した真っ黒いチョコレートケーキなんか食いますよね。宇治は宇治、よそはよそですよ。ねえ、むしろ、お前らが日本を見習って、25日はちゃんと働いて、ケンタッキー食え。なんて思っちゃいますけどね。岸田政権、政府対応を今日発表する方針、北京五輪の政府対応を今日発表する方針と、昨日のニュースになっておりました。ネットの反応です。なんでこんなに時間かかったんだよ。クリスマスまで待ってたのかよ。渋々ってやつですね。情けない、いやいややってる感丸見え、昔からずっと判断が遅いし弱腰。これ岸田さん本人の意見ですかね。昔からって、大臣とか
政治会長とかやってましたけども、まあ、あの昔から判断遅くて弱腰は変わらないんだな。戦略的に国益を考えている。言ってみただけ、人権侵害と明言しないに100ペリカ、閣僚派遣しないだけではなく外交ボイコットを発表していただきたい、いう意見がありました。私が思う岸田政権の特徴なんですけれども、令和の所得倍増、脱新自由主義、新しい資本主義、リアリズム外交、人権問題を中共に強く求める、なんかスローガンをぶち上げます。とりあえず言ってみる。で、中身について聞かれるとですね、国益を考え判断するであるとか、適切な時期に判断するであるとかですね、諸般の事情を総合的に勘案して判断するでごまかすと。なんだ新自由主義って、新しい資本主義ってなんで、共産主義に逆戻りがみたいな、気はしますけどね。テレビの雰囲気と、財務省の少数の取り巻きの意見で判断します。多分ですけど、そういうふうにしか思えない節があります。ネットは見ないんで、外交的な影響や他国にどう思われるかは考えません。っていうか、わかんない。全然わかんない。これ、この発言、政治的にどうなっちゃうのかなっていうのは全然考えずですね。まあまあ、ボロ出さずに無難に行こうみたいな、時間過ごそうみたいな、そんなのがありありとしてると思いますけれども、今日になってやっと方針発表の前に、自民党外交部会から火の催促ありました。23日昨日の産経報道、自民党外交部会外交ボイコット早期決断を要請、催促されないと腰上げない。宿題はなんかギリギリまでやらないダメ中学生みたいですね。まあ私もそうだったんですけども、夏休みの宿題なんか最終日に一生懸命やってたな。絵日記なんかもうむちゃくちゃ適当。佐藤正久自民党外交部会長、外交ボイコットしないと表明した韓国政府の方がまだマシ、グズグズしやがってとツイートしておりました。大佐がですね、韓国政府を褒めるとは意外、珍しいですけれども、大佐の頭の中にはですね、400年以上前に書かれた、これが入ってんだと思います。マキャベリの君主論、なるべく早くどっちに味方するか棋士鮮明にせよ、遅れれば勝者から侮られ、敗者から恨まれる。まあいいことないってことですね。いつまでもグズグズどっちの味方ですか、決めねえで、どっちにもいい顔して、まあ八方美人はコウモリ外交って言いますけれどもね。岸田政権がですね、こういうグズグズした態度だと、人民軍が例えば尖閣に上陸して米軍に助け求めてもですね、適切な時期に判断するとかですね、諸般の事情を勘案して判断するとか言われちゃって、すぐ動いてくんないくても文句言えなくなっちゃうわね。これ他国にやられたらどう思うかって想像力が全然足りない岸田政権と私は思います。命名クラゲ内閣、これ私が命名、私の命名ですけど、クラゲ内閣、あっちにフラフラこっちにフラフラ漂ってる感がすごいから、肝心の中身の発表も全く期待できんわって思ってたら、午後官房長官記者会見で中身が判明しておりました。政府代表団の派遣は予定していない、総合的に勘案し、出た、また出た、自ら判断を行った今回の対応について、特定の名称は用いない、米国政府も外交的ボイコットとは言ってないし、なんでめちゃくちゃ気にしてんじゃねえかよって、自ら判断したって言ってるのに割には弱、やっぱあっちフラフラこっちフラフラ、波任せクラゲ内閣、どこが自ら判断したらさっぱりわかんですね。記者、ウイグルなどの人権弾圧を踏まえた措置か、松野官房長官、自由人権放置が中国でも保障されることが重要ですよね、なんつって、なんだかこだえてんだかこだえてねえんだかさっぱりわかんねえわね。岸田政権にお似合いの官房長官なんだなって思いますけれどもね。
まあまあ、早く高市政権何かな高市政権に何かな、岸田さん早く引退してもらってさ、まあ選挙でボロ負けしたりしないと、引退はしないでしょうけど、そうしたらそうしたでこっちが困るしね、選挙ボロ負けだとね。10月の衆院選の比例票データを総務省が発表しておりました。やっと見つけました。なんかXIXL ファイル、 X なんとかファイル、そのまんま載してやがって、これはなるべく見せたくないっていう総務省の強い意志が感じられるんですけれども、万位以下四捨五入してあります。括弧内は前回衆院選との比較であります。確か2017年の年末にやった、寒い時だったような気がしますけれども、総計5554万票、自民1991万票プラス135万票微増しております。で、全体の中から見ると 35.8%、 これ新聞とかがやる政党支持率と大体似通った数字だなぁと思いますけれども、立憲1149万票、20.7%。 立憲はですね、前回2017年は党がなかったんで前回比較がありません。立憲 20.7%、 そんな取ってんの、政党支持率 5% とか出てんのになんでなのって、謎ですね。維新805万票、プラス466万票、倍増以上しました。14.5%。ああ、そうなんだ。これ、結構立憲に迫る票数ですね。公明711万票、マイナス13万票、12.8%、減らしました。共産417万票、マイナス23万票、減らしました。しかも、母数が大きい公明よりも減らしております。これ高齢化が公明よりもひどいってことなのかな。公明も高齢化ひどいって言われてますけど、共産のそれは公明よりもひってーっていうことなんでしょうか。民民259万票、 4.7%。 令和222万票、 4.0%。 令和が200万票も取ってんのか。ここ第二共産党ですかね。したら第一第二共産党合わせて600万票以上取ってんだ。うわーって。比例票は議席数と大きく違いますね。なんかね、議席数からしたら立憲はさ、自民の半分以下の得票数が妥当なんですけどね。倍以上に増やした維新が目立ちます。何やってんだよ関西の自民党は。って何やってんだよ。公明と共産が減らしたのが救いであります。特に公明はですね、選挙前はですね、比例票800万票目標とか行きましたのが700万票割れも間近であります。改憲に熱心な自民プラス維新票が2796万票、 50.3%。 改憲阻止の立憲共産令和、プラスすると1788万票 32.2%。 これですね、与党の公明入れてないのは最後の最後で裏切りそうだから、こと改憲となると最後の最後で裏切りそうな公明だって、前ちょっと前ですからね、言ってましたね、9条に手をつけるなら連立解消だとか言ってたんですよ公明党。だから改憲に熱心じゃないんですよ公明は。球場以外の枝葉ならいいなんて思ってるかもしれないですけど、まあ裏切りそうだ。どっちに行くか不鮮明な民民と、民民なんか最近玉木代表がですね、まあどもなこと言って、まあ武蔵野市の外国人投票条例も否決になってよかったぐらい言っちゃって、なんかこっち側の評価高いですけれども、まだ私は信用できません。民民はなぜなら、あ、これは言わないでおこう。
豊島区議会の話であります。これ言うとちょっと怒られるな。自民維新票だけだとですね、国民投票が 50.3% でギリギリ危険。これやばい、どっちに転ぶか分かんない。どうせ公明は裏切るって思っといた方が間違いない。共産投票が 7.5% ものが、うわー、もう白目向いちゃいますね。これ政党支持率だと 2.何% とか 1.何% が常連なのにね。やっぱりね、改憲国民投票で勝つためには放送制度改革してですね、テレビのワイドショーどうにかしないとどうにもなんねえじゃんこれ。それこそね、有識者会議で、総務省の有識者会議で、結論出たように10社以上ないと民放は存続できなくないかっていうですね、新しいテレビ局増やすであるとか、電波オークションやるであるとかね、あとはですね、嘘報道捏造報道にきつい厳罰を下す、例えば社長を懲役刑にする、なんてことを導入できればワイドショーちょっとマシなんですよね。で、新しく参入した5社、まあ、全部で10社にするとしてね、新しく参入した5社は、まあ今ある5社よりも腐りきってねえからね。まあ中には TBS も真っ青な極左なテレビ局があってもいいよ。その代わりチャンネル桜とかが真っ青な局のテレビ局があってもいいよね俺らして好きほど言っちゃうからさ、私がその局テレビ局に出たならばピーピーピー入りまぐりで何喋ってっか全然わかんないかもしれませんいや、あとスパイ防止法必要ですね。スパイ防止法さえあればですね、朝日新聞なんかの消滅すともんだ、たちまち逮捕者続出で、朝日新聞が消滅するとテレ朝なんかも大ダメージで、捏造してる暇がないみたいな、変更放送してる暇がない。まあね、確実に行くんだったら急がば回れで、スパイ防止法とテレビのワイドショーなんとかするのが必要ではないか、段取り踏まえて着々と積み上げてったらええんではないかっていうのは私の個人的意見であります。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。デトックスジャパン。